ようこそ、霊夢と、マリサの、鉄道部屋へ。よーし、今回は私が担当だぜ。今回は、何を紹介してくれるのかしら？今回は、再び古都電をピックアップするぜ。おお、楽しみだわ。では、早速発表するから霊夢頼むぜ。あいあいさあ。では、今回は、これよ、緑の古都平線、4 days 広告ラッピング車両。古都平線って黄色よね。基本はそうだな。では、この緑の古都平線について、見ていこう。OK。今回紹介する、緑の古都平線とは古都平線のラッピング車両のことだ。ラッピングを施した車両は、古都電1100型1107編成。古都電1100型は、元京王初代5000系で、この1107編成は、古都電の所属車では異端児と言われているぜ。え、どうして？この1107編成は、他の1100型と違うんだ。その違いは、車両前面下部にある標識塔と呼ばれる部分だ。通常の1100型には、車両前面下部に設けられた標識塔が設置されているが、異端児と呼ばれる、1107編成にはこれが撤去されているんだぜ。あら、ほんとだわ。導入当初は、他の編成と変わらず標識塔が設置されていたみたいだが、車両の機器更新にて、標識塔は撤去されたみたいだ。へぇ。では、話をラッピング車両に戻すぜ。今回のラッピング車両は、2022年9月頃より、運用開始したものだ。ラッピングは 4days 広告ラッピング。車体色は、濃い緑色を基調として車体下部を赤色の塗色としたデザインで、車体前面の右側窓の下側に、英語表記で 4days という文字が白字でデザインされ、車体側面には、拡散といえば、4days というメッセージがデザインされているぜ。へぇ、そういえば、4days って何かしら？ 4days とは、健康食品メーカーの名前みたいだ。本社は、東京に構えているメーカーらしい。ちなみに、このメーカーは四国に事業所を持っているわけではないそうだ。え、じゃあなんで古都電にラッピングなんだろ？その理由は、不明だぜ。そうなのね。ちなみに、この 4days 広告ラッピングは、デザインも迫力があって、注目されているんだ。古都平線では、幸せさん、こんぴらさんラッピングや、長尾線ではおいお茶ラッピングなど、変わったラッピング車両があるが、このラッピング車両は、その第4弾となるだろう。古都平線は黄色、長尾線は緑色、志度線は赤色で、路線色を残したラッピング車両が多い中で、路線色とは違うラッピング車両は、迫力があると思うぜ。古都平線は黄色というイメージを変えた、ラッピング車両だもんね。そうだな。この迫力のある 4days 広告ラッピングは、メディアからも注目されていたみたいだぜ。それは、いいね。ちなみに、熊本市電でも 4days 広告ラッピングがあったらしいぜ。へぇ。古都電を見に訪れた際など、探してみるのはいかがかな？最後に運用についてだが、定期点検などに伴って、その日に必ず運用するということはないから、そこだけは、注意だぜ。じゃあ、運用される確率が高い時間帯とかないのかしら？確率が高いとすれば、ラッシュ時間帯だな。ラッシュ時間帯は、多くの本数があり、かつ古都平線では並結運転もされているから、並結運転されている場合には、コンビを組んで運転される、ということはあると思うぜ。おお、では、そろそろいい時間だし、今回は、このあたりで終わろうと思うぜ。今回のラッピング車両の話、楽しかったわ。また、異端児の話は、勉強になったわ。それは、よかったぜ。みんなも、楽しんでいただけたかな？よかったら、チャンネル登録よろしくね。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。